はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。今回も昨日に引き続き、マチュアの解説動画の、続きをやっていきます。で、昨日一つの動画にまとめたかったんですが、ちょっとね時間が長くなってしまって、パッシブの部分だけの、動画になったんで、今回はスキルと、必殺技ですね、あとまあ動画も、撮ってるので、そちらでちょっと見ていこうと思ってます。で、パッシブの方に関しては昨日の動画ね、概要欄にリンク貼ってますので、そちらから見てください。では早速、見ていきましょうか。このねこの機能使おうか。マーチュアこの機能使ってる人いるんかなこのね検索機能があるんでね、マチュア検索して、さあこの13バージョンの方見ていきましょう。では、スキルから見ていきます。デスロー、敵1列を攻撃、未悪状態のターゲット人数に応じて1人につき今回のクリティカル率を 10% 増加、自身の HP を減少数 12% 分回復、2ターンの間ターゲット1人、未悪状態の敵を優先しますの、怒り回復速度治癒率を 30% 減少、無効にできません。で、未悪状態のターゲットへの効果は、30% じゃなくて 40% になります。で、自身の怒り回復速度治癒率を同量増加、括弧2ターンですね。で、敵1列に 160% の、ダメージを与えます。で、このスキルに関しては、敵1列なんですが、これ縦1列のことなんで、3体を攻撃できるスキルなんで、めちゃくちゃね強いですね。やっぱり縦1列のスキル、水内の全体化のスキル、あれもねめちゃくちゃ強いと思うんですけど、このマチュアに関しても、3体以上攻撃するっていうね、しかも攻撃型なんでね、その縦一列の攻撃っていうのは初めてやと思うんで、まあ、その時点で強いんですが、あとね効果が結構強くて、未悪状態のターゲット人数に応じて、クリティカル率をね 10% 増加するんで、しかも今回のって書いてるんで、まあ、そのスキルを放った時点で、クリティカル率が上がった状態で攻撃できるっていうことなんで、まあ、もし2人でもこの未悪になってたら 20% 増加するんで、まあ、それだけでも十分強いですよね。で、自身の HP 減少数 12% 回復っていうのは、最大 HP の 12% でいいのかな、ちょっとこの書き方が分かりにくいんですけども、まあ、スキルを打って回復をできるっていうことなんで、まあ、これもありがたい能力ですね。で、さらに、2ターンの間、ターゲット1人の怒り回復速度と治癒率を 30% ね、減少させるデバフが入ってて、しかもこれ無効化できなくて、でさらにそのターゲットが未悪状態やった場合は 40% っていうね減少数値になるので、デバフとしてもかなり優秀なんですが、そこからね自身の怒り回復速度治癒率を同量増加っていう、逆にこっちバフがつくんですよね。なのでこのバフもなかなか、これスキルなんでね、スキルでこのバフを毎回つけていくと、まあ、怒り回復速度に関してはものすごい速くなっていくし、やっぱりね、マチュアのこのパッシブで、未悪状態の敵を攻撃すると、怒り吸収が入るんですよね。だから、このスキルを打つことによって、さらにこの怒り吸収も、未悪状態の場合だと吸収できるので、で、この怒り回復速度も上げた後に怒り吸収も入っていくので、で、このパッシブのその未悪状態の敵の、敵に攻撃すると、HP 回復もついてくるので、だから二重にこう、HP 回復しながら、でさらに怒りも吸収していくっていうことになっていくんで、まあ、本当に魅惑しまくってるキャラがいるほどこのスキルも強くなるんですが、まあこのスキルに関しては本当に強いと思います。まず縦一列の時点で、すごい使いやすいと思うし、うん、であとやっぱ怒り吸収とかがこう魅惑によって入ってくると考えると、まあ優秀なスキルですね。やっぱりさすが最新の LR のスキルっていう、印象です。はい、では次必殺技の方を見ていきましょう。で、このマチュア13に関しては必殺技を2種類持ってまして、で武器覚醒効果によって2種類目の必殺技を打てることになっているので、今回このマックスの効果で見ていきたいと思ってます。で、敵横1列を攻撃、自身の攻撃力防御力クリティカルダメージを 30% 増加、ターゲットに男性がいる場合上記効果を 30% さらに増加、しかも打ち消しができません。で、男性ターゲットに 40% の追加ダメージを与え、2ターンの間、その中の1人の防御力を 40% 減少、まあ、これも無効にはできません。で、自身の、スキル発動率を 15% 増加、戦闘終了まで継続、最大2段階まで重ね書きが可能。で、パッシブスキルを習得後は男性ターゲットに、1人に未悪効果を付与、
でここまでが最初の必殺技なんですけど、このノクターナルライツっていう必殺技の、まあ、要は一列攻撃の必殺技なんですけど、まあ、まずこの時点でちょっと見ていきましょう。でこれ読んだ感じではね、ものすごい男性に対して恐ろしい効果があるなっていうね、そんな印象なんですが、まず横一列を攻撃で自身の攻防力を 30% 上げるんですが、で LR キャラクターって大体その能力ついてるんですが、このマチュアに関してはさらにクリティカルダメージをさらに 30% 増加するので、この時点でねだいぶやばいですね。まあ、クリティカルが出ると本当にすごい火力が出ると思われます。でしかも男性がいる場合は上記効果を 30% 増加、これはやばいっすよさらに乗せるっていうことですよね。これクリティカルダメージがなので 60% になるのかな。で打ち消しもできないって書いてるんで、でそこからさらに男性ターゲットに 40% の追加ダメージを与える。いやこれねさらっと書いてますけど、これ男性に対して恐ろしい火力が出てくるんじゃないかと思うんですが、一列攻撃なんですけどやっぱ追加ダメージ 40% も入ると、まあ、かなりのこうダメージを、取っていくんじゃないかなっていうね、文面だけでそんな印象なんですけどね、まあ、なんとなくこうやばく感じてますね。で2ターンの間その中の1人の防御力を 40% 減少、だから防御力も下げて、こっちはバフを乗せまくってるのに、さらにこのデバフで、防御力を 40% 減少、しかもこれ無効化できないなので、もうほんとデバフ無効っていうのがねもう意味がなくなってきてますよね、もうここまで来ると。で自身の、スキル発動率を 15% 増加して、で最大2段階まで重ね掛け可能なんで、まあ、最大で 30% こう増加するっていうこと、しかもこれは戦闘終了まで、継続します。でこれだけでもねすごいえぐいなって思ってるんですが、なんとね武器覚醒することによって、必殺技が変わります。必殺技そのものが変わります。マッチャーといえばやっぱねヘブンズゲートなんですけど、この LR マッチャーもヘブンズゲートを使えます。でヘブンズゲートの、効果がHP のパーセンテージが最も低い男性格闘家の、HP が 80% 未満の場合、必殺技が変わります。でその敵を攻撃して、ノクターナルライツの効果を継承し、斬殺効果を、与えます。2ターンの間 HP が 80% 未満の敵に 30% の追加ダメージを、獲得。しかもこのヘブンズゲートのダメージは、単体に変わるのでターゲットに 430% のダメージを与えます。でこれねこれかなりね強いイメージなんですけど、まず斬殺って書いてるのに、あの斬殺といえばやっぱね、HP がこう 30% 以下の敵とか、だいたいその HP が低い敵に対しての効果があると思うんですが、今回このマチュアの斬殺は HP が 80% 未満なんで、これはえらいこっちゃっすよ80% 未満ってだいたい 80% 未満ですよね。でその敵に、その男性格闘家に対して、追加ダメージを 30% も与えていくので、でノクターナルライツの効果を継承してるんで、なんで、男性ターゲットにもともと 40% の追加ダメージを、与えるっていう効果を引き継ぎながら、この、斬殺効果もさらに乗せるっていう、ことやと思うので、このヘブンズゲートに関してはめちゃくちゃなダメージ出るんじゃないかなっていうね思うんですが、ただ男性限定っていうのはあるんですけども、まあ、そこはやっぱ限定的ではあるんですが、やっぱりこの男性にこのヘブンズゲートが飛んでいくと、かなりのこう火力が期待できるんじゃないかなって思うんですがね、まあ実際はどうなんですかね。ただ文面見る限りでは相当これは強そうに思います。ただこのノクターナルライツは一列なんですが、このヘブンズゲートに関しては単体なんですよね。だからこの場合によっては、一列のノクターナルライツの方が、いい場合もあるので、強制的にこの単体に変わってしまうので、まあそこはね使い勝手がこう尖ってしまうので、まあ本当に状況によっちゃ一列の方が良かったなっていう時もね、あると思うんですが、まあ、ヘブンズゲートにほとんど変わってしまうっていう感じなんで、まあでも単体攻撃としてはすごい強力やなっていう印象なんで、まあ、この必殺に関してもね相当強いと思われます。はい、では最後にマチュアの動きを見ながら解説できる部分があればしていこうと思ってるんで、ちょっと見てください。どうぞ。
はい、これは頂上決戦の戦いなんですけども、マチュアとバイスがね同時に出てます。で、左側操作しているのは、ソラテオンさんで、僕のサークルメンバーの人ですね。で、マチュアはねバイスとのシナジーがないのがねちょっと残念ですね、やっぱり、うん、で、これマチュアスキル縦一列、うん、わざわざこう止めてくれてねスキルを見て、見させてくれてますね。で、相手チームに200入っているのはこのゴブリンスレイヤーに入ってますね。ハートのアイコンが、ついてます。さあ、ここでマチュアは2発目食らって、HP50% 以下になったんで、このシールドがね発動してます。マチュアがこのシールド発動していて、なおかつゲージも 80% 以上あるので、この本来怒り下げここで食らうんですが、パッシブの効果で怒り下げは効かないですね。さあ、ここでマチュアが必殺技、これはノクターナルライツの方ですね。一列の必殺技、相手の男性キャラの HP が 80% 以下の場合だと、ヘブンズゲートに変わるっていうことなんで、さっきの場合だとね 80% 以下のキャラがいなかったということに、なりますね。で、ここマチュア前列に出して、このシールドがやっぱね強いんですよね。シールドが攻撃力の10倍なんで、最大 HP の数値を超えてるかと思います。ただシールドの回復とかはないんで、こうやってタコ殴りにされるとやっぱシールドはすぐ消えてしまいますね。で、シールドも一度限りなんで、2回目はシールド出てこないですね。さあ、ここでマチュアがねさっきタコ殴りにされたんで、もう瀕死になってます。ただマチュアはね復活を持ってるので、一度シールドが崩れても、まあ、その後復活効果で、100% 生き返りますので、こっからがどうなっていくのか。さあ、このゴブスレの、うん、これでやられるんですが、この復活してますね。で、これ、エルアーデルハイドも飛んできて、ここでバイスも、絶望的っすよね。この秘書図がね、両方復活入るってね、威圧感、見た目がすごいっすよね、すごいんですけども。これで最後はスキルで、バイスとのシナジーはでもやっぱ欲しかったっすね。殺してあげる何かしらの。さあ、マックスオーバーキル。復活後のバイスもね、やっぱ必殺打てるんで。で、ここで、マチュアがヘブンズゲート飛んでいきます。さあ、このダメージ、1500万。これマッチは縦1列のスキルなんで、1列に攻撃、うん、これやっぱ縦1列のスキルがすごいね使いやすいと思います。で、これ LR の秘書図が2人とも残ってるんで、もう相手からしたら絶望的っすよね。この秘書図のあの威圧感がやばい2人揃うと本当にやばい。さあ、これでスキルでラルフは生きるんですが、ラルフが200入ってるんで、このマッチュアに 35% しか食らわない。このギャラクティカ本来もっと減るんですけどね、 35% で踏みとどまって、最後はスキルで殺してあげる。いやー、マチュアいいっすね。やっぱあの火力の面でちょっと不安やったんですけど、まあ、必殺技のあの文面とか読んでると、まあ男性キャラに対してものすごいこう火力出したりしてるんで、まあ火力もね本当にこう出していくとなると、まあ、復活もあるしシールドもあるし、本当にこうバランスの取れたね、めちゃくちゃ僕が求めてたような本当にキャラになってるんで、まあ、僕はもうクラークをスルーした時点で次の攻撃型のキャラが、まあ気に入った能力やったら取ろうと決めてたんで、間違いなく明日の朝からもうマチュアをねゲットします。で、今後はこの火炎鏡とマチュアを変えて、マチュアをねこう育てていこうと思ってます。で、バイスと、まあ、シナジーが今のところないんですけども、まあ9問とかで今後どうなっていくかはねわからないんですが、まあ、僕はバイスねどうしようかなと思ってたんで、まあ、そういう人にとっては結構こう引っかかりがなく、取得しやすいキャラになってるんじゃないかなとかもね思ってます。では明日、ガチャ回しますんで、ね、ガチャ動画も撮ろうと思ってるんでね、よかったらそちらの方も見てください。で、マチュア取得しようとしてる人はね、僕と一緒に神引きをねしましょう神引きねほんましたいっすよね。まあ、本当に、切実なんですけどね。では明日また動画出しますんで、よかったらそちらも見てください。では今回こんな感じで終わります。動画気に入ってくれたらぜひチャンネル登録、よかったらツイッターやってますんでね、フォローしてください。で、映画チャンネルもやってるんで、よかったらそちらの方も見てください。ではご視聴の方ありがとうございました。